はい、今日は CBR 全塗装の、作業2日目です。昨日拭いたサフェーサーを水溶きしまして、で今ね全てのパーツをね固定し終わったところです。でね、昨日17パーツあったんですけど、最終的には艶消しのブラックベースのカラーリムになるんですけど、一つは赤色だけのパーツがありますので、ここにも今16個のパーツが並んでいます。で今日はね、なんてことはないんですけど、バイクのねパーツを塗る時のねちょっと固定方法をね、僕なりの固定方法を紹介したいと思います。で、まずメインになる燃料タンクなんですけど、タンクはね結構重量があるので、であとね乾燥させてる間にね地震が来てね落っこちたとかでね痛い目を見ることがあるので、結構鉄筋でね溶接して頑丈なものをね僕は使っています。かなり重量があるしね、これやったら絶対こけたりもしないので安心だと思います。であとねこういう細かいパーツとかに関しては、大体その時その時でこういう木材を使って、僕はね固定をするようにしています。で、こうやってね固定をすると何がいいのかというとね、中側をねいちいちね置き換えたりとかしなくてもね、いっぺんにね中も表もね拭けるので、そういう部分で綺麗にね早く仕上げることができるので、僕はこういう固定方法にしています。で、この辺のねパーツとかはねそんなに中奥までね拭かなくても、気にはならないんで、こういう置き方でもねいいと思うんですけど、僕がいつも一番気になるのはこのフロントの、ライト周りのカウルなんですけど、ここはねやっぱりメーターとか見た時にね運転している時にやっぱ裏側がね汚いと気になるので、この辺はねやっぱりしっかり塗れ色をね入れたいと思うんですけど、ただねやっぱり中を塗ってからねまたマスキングをして、でそれからねまた表を塗るとかってなるとかなり二の手間になるので、時間もねかかってしまうので、こういう風に固定をしたら大体一発でね裏面も表も拭けるので、僕はこういう固定方法をしています。ただねカウルの形状によってね毎回固定方法はね形は変わるので、今回は CBR は、僕の中ではこれがベストかなと思ってこういう形になりました。木材で、あとさらにこういう細かいパーツはね僕が毎日、飲んでいる、お茶代わりにねほんまにガブ飲みしている、ブラックコーヒーの缶に、両面テープやねアルミテープでこんな感じで細かい、こういうパーツはね固定をしています。これでねこうやって手で持ちながらこうやって塗るとね裏面とか細かいところもねこういうのもねいっぺんにつけちゃうので、これはこれで結構僕は気に入っています。ざっくりこんな感じなんですけど、で、今日の作業としてはね最終艶消しのブラックになるんですけど、いきなりね艶消しのブラックを拭いてもね染まりきらないので、今日はね、下塗りとしてね一旦ね黒をね入れて裏面とあと表ですね、黒塗りにねしていきたいなと思っております。